必殺技ですか？うん、アルゴノート君もハジャの英雄のおとぎ話は知ってるでしょ。王国を襲う邪悪を神より授けられた力で退けた英雄の物語ですよね。そうそう、あのおとぎ話の最後の決戦めちゃくちゃかっこよくない？あ、僕もあそこ大好きです。昔おじいちゃんに何度も同じところを読んでもらって。でしょでしょ。でね、ああいう必殺技あたしたちも考えてみない？え？でも必殺技なんてそう簡単に。いいからいいから、じゃやってみよう。こうですか？なんか地味なんだよね。おとぎ話だとあんなにかっこいいのに。それはおとぎ話ですから。なんかこう、もっとド派手にドカーンっていうのがいいよね。こう、必殺技の名前を叫びながら。叫ぶんですか？うん、あいつも必殺技使うとき言ってるし、ビルラファーガーって。そうなんですか？あ、今度は何です？へへ、いいこと思いついちゃった。アルゴノート君、ついてきて。あ、ティオナさん、ほらほら早く火鉢ていくよ。え、なんで酒場に？必殺カオティックフライム。おお、やっぱりスピリットってよく燃えるね。それじゃあ私もカオティックフレイム。口から火が出た。姉ちゃんたちすげえ。だけどどうしてアマゾンとリトルルーキーが大道芸なんて。大道芸じゃないよ、これ必殺技だから。口から燃料を吹いて火をつけるって確かに大道芸っぽいかも。これなら完璧と思ったんだけどな。うん、必殺技のことで悩んでるのかい？だったら俺に手伝わせてみないか？ヘルメスさん？いやいや、なんとも面白そうな深刻に悩んでる君たちを放っておけなくてさ。早速だがベル君、君は必殺技を何と心得る？一撃で敵をやっつけるとんでもなく強い技でしょうか。一理あるがまだ足りない。必殺技とはまさに戦場に咲く花。たけり狂った敵の目をも奪うようなきらめきがなければならないんだ。きらめき？火を吹くくらいじゃ足りないってこと？ああ、平たく言うと演出が足りないといったところかな。もっと派手に、もっときらびやかに。
君たちの心の中で輝いていた必殺技はあんなもんじゃなかったはずだぜ。確かに小さい時に読んでもらったあの場面はもっともっとかっこよくて圧倒的で、うん、それで英雄が悪い奴らをみんな吹き飛ばしちゃうんだよね。ティオーナさん、なんだか見えてきた気がします。うん、それじゃ早速新しい必殺技を。ちょっと待った、ヘルメス、何面白そうなことを独り占めしちゃってんの。神様たち、ハジャ共演カオティックフレイムか。悪くない悪くないが、やはり足りない。そうだな、もっとマガマガしく中二心をくすぐる何かが。神様たちも大盛り上がりだね。一緒にすっごい必殺技作っちゃおう。伝承に歌われし必殺技の再現、これこそまさに新たなる英雄神話。ええ、新時代の必殺技です。できた。うん、それじゃ一緒にやってみよう。神より授かりし天才の爆炎よ。我が身を喰らい、のたうち狂え。ウルトラジャッジメントカオティックフレイム。おお、恥ずかしげもなく言い放たれたその技名。たまらん、栄翔も実に良かった。確かに見届けたよ、英雄にならんとする君の燃え上がる必殺技をね。ありがとうございます。神様たちのおかげで僕は。アリサさん、どうしてここに。騒がしいから来てみたら。あんたたち何やってるのよ。これ私たちの必殺技、すごいでしょ。正気？そんな使い物になりそうにない上にこっぱずかしいのが。かっこいいじゃんねえアルゴノート君。神様たちも絶賛の自信作です。アイズさん、どうでしたか。うん、とってもかっこよかった。そうですよね、アイズさんにそう言ってもらえたら僕。ぐー、ウルトラジャッジメントカオテックフレイム、この技で堂々と団長に立ち向かいます。ウルトラジャッジメントカオティックフレイム、こうかな、こんな感じ。はい、さすがです。
イズさん、すっごい決まってます。いいねいいね。それじゃあみんなで特訓してさ、ウルトラジャッジメントカオティックフレームを極めちゃおうよ。何やってんのよこの子たちは。